17年前ぐらいのメンツじゃん。ファーストショーケースお疲れでした。はじめまして、プリです。ロックスターです。ノッポがショーンの目に留まり、あーやだやだ、すごくあの一個質問聞きたいです。月は、三日月派ですか？満月派ですか？ここで一句読んでいただいて。五七五七七。このトークセッションこれで締めるから。